毛利さんちへようこそ。はい、ということで、まあ何も聞かされてませんよね。今日何やるか、今日やるのはですね、ポケモンカード開封です。イエーイ。実はですね、あるポケモンカードですね、ワンボックス買えたんです。ブイーブイーブイー。その買えたボックスっていうのはですね、ポケモンカード151っていうですね、6月に新しく出たカードで、この間やった動画の国営の支配者の1個前に出たやつなんですけども、これ初期のポケモン151匹が出てくる、これがですね、今ねすっごい人気で、一番最新に発売したパックよりも全然売ってないんですよ。ある家電量販店に午後2時から午後3時ぐらいに入るっていう噂を僕は聞きつけたんですよ、で僕ちょある家電量販店に行ってですね、まあ、2時ぐらいに行っても、まあ、売ってなかったんですね、で、あ、売ってないかと思って、まあちょっと 1,2 時間ぐらい時間あるからスタバでも行こうかなと思って、まあちょっと編集作業とかもあるし、で、スタバのですね、コーヒーのですね、僕ベンティーサイズ頼んだんですね。で、ベンティーサイズ頼んで手元に来た携帯見たら、今入りましたって情報出て、えってなって、もうね、ベンティー初めてね、一気したんですよ。それ飲まないで持ってけばよかったじゃん。違う。カップだったの？カップなの。あ、なんかそれで。店内用の、そう、テイクアウトできないカップで、もう、もったいない。ベンティー一気飲みして。でもね、その家電量販店すごくて、もう出ましたって2、3分ぐらいで僕行ったのに、もうね、僕もらった整理券100何番とかで、あ、105番だったかな、で110番で打ち切られた。超ギリギリだったの。ベンティーってことでですね、ただちょっとその家電量販店ですね、箱は回収されちゃった。うわ、これ20パック入ってます。これをちょっと今日開封していきたいと思います。この初期のポケモンしか出てこないから、結構ですね、皆さん知ってるポケモン多いと思います。このこれ1パック7枚入ってるんですけども、ワンボックス買うと SR 以上、まあ、すごいレアリティの高いカードですね、1枚以上入ってくるのと、プラスですね、モンスターボールの柄が入ったポケモンカードが出てくるんですけども、それがワンボックスに1枚モンスターボールじゃなくてマスターボール、ポケモンやったことある方覚えてると思うんですけど、何でも捕まえられるボール、マスターボールの柄の入ったポケモンも出てくると。それが人気のピカチュウとかだったら、これ、ね、とんでもないんですよ。これね、何万ともするんですね。で、それ以外にもミュウの SAR とかリザードンの SAR なんかもかなりですね、人気のポケモンなので価値が高いので、まあ、そういうのもあって、この初期ポケモンの人気もあるし、価値高いカードも出るってことで、本当にこの151売ってないんですけど、この1パック、あ、1箱買えたので開封していきたいと思います。まあ、狙いはさっき言ったようにリザードンの SAR、 ミュウの SAR、 あとエリカの正体というトレーナー女の子ですね、の SAR、 SR はね自分で当てれたんで、あとやっぱマスターボールのピカチュウ、ちょっと狙いたいですね。5パックずつ交代でいく、じゃあ私まず5パック開けていきます。パックのこのミュウも可愛いんだよね。可愛い。後ろになんかね、ポケモンたちのシルエットが映ってて、可愛いです。はい、じゃあいきます。はい、マンキー、コンパン、この次ぐらいに、おピカチュウ、これアートレアですね。このね、アートレアの中でもね、ピカチュウね、今回一番人気です。結構ね、価値もありますよ。プリンとかゲンガーとかコダックとか隠れてる。あ、アサエちゃんでも名前がわかるね、このピカチュウめっちゃ可愛いんだよね、街走り回ってる感じ。可愛い。うわー、これはいきなり一泊目から当たりですね。やりました。おー、明日。おこれもいいやつ？てか今すごい何の前振りもなく、ポンって当たっちゃった。SR 出ちゃった。もうこれ。てよ。またじゃん、またじゃん、国営の支配者と期待したね。1パック目に SR 出ちゃった。マジ動画の尺考えてくれよ。基本は1箱に1枚だもんね。基本は1枚、でもまれに1箱に SR 以上が2枚入ってる、2枚箱ってやつがねあります。それにかけるしかないじゃないか。ななみさんは人気はもないの？そんなにないかな。そこまでなんだ。うん。価値で言ったらそこまで高くない。やっぱね、もう一人の女の子のエリカ。エリカさんが、ななみよりも人気なのね。人気ですね。まあでもピカチュウだったらめっちゃ嬉しいな。かわいい。うん。でもいきなり SR と AR は1パック目から出ました。うん、これが
動画の一番盛り上がるところじゃないことを祈りながら次行きましょうかね。じゃあ2パック目。じゃあどんどん行こうかな。あ、これがモンスターボールミラー。ちょっと見えるかな、うんうん、これモンスターボールの柄がちょっと見づらいかもしれないですけども、映ってます。これがマスターボールのミラーが一箱に1枚入ってます。これ普通のレアですね。1000にあらばん。ナイくん最近さ、うん、ポケカデッキ作ったじゃん。デッキ作った。なんかこのカードなんか欲しいの、出て欲しいのとかあるの？あ、今ね、水のデッキを使ってるから、うん、まあやっぱあの、水だとこの後カメックス。うん、が出てくるから、まあ、カメックスはまだ持ってないから欲しいかな、うん、カメックス EX、うん、3パック目、うん、ほいほいほいズバッと。これもモンスターボールですね、うん、で、アーボックお、アーボック EX、 これダブルレアですね、うん、で、オニドリル、ニドクイン、うん、ちゃこちゃんも分かるポケモンが多いね、うん、全部分かるよ、ちゃんとこう151は。あ、じゃあ4パック目、はいはい、ほい、これ4枚目に基本的にミラーが入ってることが多いね、うんうんうん、はい、あ、これもレアですね。スターミー、スナッチアーム、バタフリー。はい、じゃあ5パック目いきます。うん、ニータ、アーボ、カラカラ、チョン、マダツボミ。これもモンスターボールだね。うん、ファイヤー、あ、いいね、ファイヤー好き。サカキのカリスマ。ストライク。続いて、アサエちゃん5パックいきましょう。うん、アサエちゃん1パック目。アサエちゃん1パック目。スリープ、ディグダ、イーブイ。毒クラゲ。あ、マスターボール。マスターボール来ちゃったー。マスターボール来ました。これがマスターボールミラーですね。今回毒クラゲでした。うん。うんって感じ。あ、プクリン。プクリン X だ。お腹誰かにそっくり。はい。まあでもここはね、まだアートレアが、アートレアでもちろん欲しいのがあって、うん、ミュウツー。あ、ミュウツーが空に浮かんでて街を見下ろしてるっていうのがあ、はい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 、あれめっちゃかっこいいから、はいね、あれ当ててほしい。あ、かわいい。ミニリュウ、ミニリュウ、あ、もうキラキラ見えちゃった。ドガース、コダック、あ、シギダネのモンスターボールミラー、ガラガラ、ドククラゲ、ユンゲラ、はい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 、はい、3パック目、はいガラス、はいはい、食べた。ビジョン、ビジョン、臭い花、すっごい傷入ってる。本当だ、縦線の傷が結構入ってるね。ライチュー、エネルギーシール、カイロス。4パック目、鬼スズメ、鬼スズメ、謎の草、これかわいい。ヤドン、かわいい。お、あ、あ、これ、あ、不思議そう、いいね、持ってない、かわいい、かわいい、ナイスです。映ってる、本当だ、かわいい、かわいい。あ、サンダー EX。これでも、ね、次ね、雷デッキ作りたいなと思ってて、うん、ちょうどよかった。サンダーかっこいいから好きよ。うん、やっぱ五三、五三家じゃない、山頂、うん。伝説の山頂いいですね。あ、カービゴン。なりきくん。ラスト、5パック目。いくわよ。5パック目。ふゆ、お、1枚目のここに出てきた。お、はいはい。ニードラン。メス。ニードラン。オス。あ、ゲンガーのモンスターボールミラー。これね、ゲンガーのマスターボールミラーだと、ピカチュウ の次の次ぐらいに高い。3番目にマスターボールミラーで高い。ピカチュウ、エリカ、ゲンガーだったかな、うん、確か。そう、海外人気がね、この絵がすごい、絵画っぽくて。うん、怖い。アートレアかと思っちゃった、一瞬、うん。人気なんですよ、この絵。じゃん。お、シャワーズ。ブイズですね。ブラック、緑の。半分終了しました。半分終了。残り10パック。ニューニューニュー。なんかさ、あの、最初に、SR 出ちゃったし、うん、負け惜しみを言うわけじゃないんだけどさ、動画撮ってない時ってめっちゃ今当たってんだよね。そうなんだよね、本当に。なんか何気なく買った5パックからめっちゃいいやつ出ちゃったりとかしてて、動画で撮ってるのがちょっとね、あまりなんかこう見応えない動画になってしまう。そういうもんなんだよね、そういうもんなんだよね。じゃあなりき6パック目いきます。ミュウツーのアートレア出したいですね、うん、はい、じゃあいきます。はい、ポリゴン、ロコン、エレブ、よ、あ、ラッキー、かわいいね、ラッキーボーナス、よ、ギャラドス、ウィンディ、ヤドラン、うん、はい、じゃあ7パック目いきます。はい、モンジャラ、ワンリキー、パウアウ、あ、カビゴンのモンスターボールミラー。あ、ミュウ、あ、そうだ、ミュウ、これね、これも欲しかった。そうなんだ。うん。ミュウデッキもちょっと作りたい。かわいい。いいですね。うん、ミュウはやっぱ人気だからね、うん、日本でも海外でも。ミュウいいですね、嬉しい、こっちのいとこ。ギャロップ、イワーク。
まあ、動画の尺的にはね2枚箱ですんごいの当たるっていうのをやりたいんですけど、じゃないと神回とかって書けない。リアル回だよね。そう、リアル回、神回じゃない、リアル回。8パック目、はい、ビードル、ズバット、ケイシー、ニョロも、あ、ミュウツーのレアですね。これのアートレアが欲しいんですよ。怖え、ミュウツー。かっけえな、やっぱ。うん、ケンタロス、ダルドリオ。これ当たりそうな気がする。お、ギュムギュム。9パック目。これさっきのゲンガーと同じ感じの。あ、そうだね。人が書いてる。かもしんないね、うん。ゴース、キャタピー、コーラの化石、あ、ウィンディ、モンスターボールミラー、アマルマインが違った、頭かった、沢村、ピクシー、あ、かわいいね、ピクシー。かわいい。なりきラスト、10パック目です。いきまーす。ドードー、ナダツボミ、ガーディ、モンジャラ、フリーザ、あ、フリーザいいね、かっこいい。けど、レア、パラセクト、シードラン。もう1枚ぐらい多分アートレア出ると思うから、これはもうアサエちゃんに、委ねるしかないですね。任せなさい。頼みます。6パック目。ゼニガメ。ゼニガメ。ピッピー。ピッピー。ミニリュウ。おりゃ。あ、白竜。これモンスターボールなんだ。そうなんだよ。もうモンスターボール出たからね。ドードリオ。オムナイト。クサイハー。よだれがすごい。よだれすごいね。7パック目。キャモネギ。キャモネギ。サンド。ケンシン。ケンシン。オニスズメ。あ、海竜。海竜。初めて見た。海竜、今回。さっきの転送。ピロン。あった。頼むよ、あさえちゃん。8パック目。8パック目。カイル。今度あったドグラス。シェルダー。ニノキング。安全ゴーグル。不思議そう。アートレアが出えへんな。出えへんの。ここだ。これに入ってんだ。9パック目、うん、?9 パック目に入ってんだ。わかっちゃった。うん。入ってた。知ってたの。うん。はい、サイホーン、トサキ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 ン、ポッポー、ポー出た、本当だ、出た。でもバリアードだった。バリアードミュウツーじゃなかった。見たも、見た見た、モリューフォン。二枚箱。そうですね。これでラスト出るんだよな。この最後の一パック出ます。パプチュー、かわいい、かわいい。これがね、ミラーだったらね、うん、マスターボールミラー。もうちょっとキラキラ見えちゃった。見えてますね。見えてますね。見えちゃった。ラフレシアサイドンサイクリングロード。チーン。チーン。当たらんねー。今回の当たりはこちらですかね。渋いな今回。もうちょっとなんかね、アートレア1枚とか、うん、ダブルレアももうちょい当たりそうなもんなんだけどね。あ、じゃあプクリンが当たってるか。プクリンもそうか。そうだ、プクリン出してなかったけどさ、プクリン当たってるから、そうか、ダブルレアもアイス的に合ってるか、アートレア、まあでもそっか、こんなもんだな。ということで今回ですね、ポケモンカード151のワンボックス開封をやっていきました。ちょっとね、国営の支配者に続いてね、あまりこう芳しくない結果なのでリベンジします。151なかなか売ってないけどね。151なかなか売ってないね。本当にね、これが一番欲しいんだけどなかなか売ってないので、まあ、どうにかして手に入れるか。まあ、あとまたね、結構ね、毎月新しいのが出るから、うん、ちょっとまた新しいパックでやるかもしれませんが、まあ、とりあえずね、今のところ0勝2敗ということで、次回に期待ということで、はい。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。毛利さんちでした。またねー。バイバーイ。ポケモン、ゲットだぜ。